テレビの。ああ、お仕事が絡んでるわけ。ああ、そう。お休みになったらばどこ行きますか？あのね、うん、山中湖にね、スタッフの人と一緒に行こうかなと思って。スタッフって何？彼氏のことはスタッフってな。レコードの、ディレクターの人とか、それから出版の人とかね、うん、みんなと。でそんなとこ行ったらばまた仕事の話してちょっともお休みになんないんじゃない？いやもう遊んじゃうの。あそうまた仕事は抜きで、はい、うん、今度の歌テニスコードって言うんじゃなかったっけ？そうなんです。そうですよね、だからここでやってるのかなスタッフ一夜は、うん、さあここはほらできないのよ。えマリちゃんわできますよ。できないの？あらできないのよマリちゃんはテニスなんて。そうなんで知ってる？いやなんかのあれで見たことあるもん。うわ無様な格好してるの。わ失礼じゃん。できますよ一回やりました。じゃちょっとやってくれ。やね。後でやる。後で。次後で。でもコンテンツコートは知ってるでしょ。かの有名な。どうしたんですか。え？皇太子殿下と美智子様がここで結ばれたんですよ。ここですか。ここらしいですよどうも。マリちゃんもここでテニスコートやってると、テニスコートやるんですか？テニスコートやらないでテニスをやるとですね、素敵な人が現れるかもしれないですね。なんて何よその遠く見なくたって言うね。えあそういえば病み上がりじゃないの？そうなんですよ。ねえ何したんだっけ？あの盲腸。あ盲腸か、盲腸ってなんかあんま病気のうちはあんまり入らないけどね。でも痛かったです。それは痛いでしょ。切ったんですか？切ったの。うんで取ったの。そりゃそうでしょ自分でやったわけじゃないでしょどんな感じだった？あの麻酔効いてたか分かんなかった、うん、分かんない。麻酔効いてたも自分で見れるって。あ見ない。見ると傷も見なかった。ずっと1週間経って見たの。あそう、うん、あの麻酔まだある？もうちょもうちょ僕うちのあれはずっとある方なんですよね物持ちがいい方。もうもったいない。もらったものはね、うん、全部取っときたい方なんで。あそうで未だにありますよ。あそう、ね、多分やらないと思いますね。一生一生やらないと思いますだけど盲腸って後が死んどいでしょ。切った後ん切った後がしんどいでしょ。ああの冬になるとね痛いんですって、うん、それよりか切った直後は嫌でしょ。笑っちゃいけないでしょ前の。そうねえマリちゃん笑い屋だもんね。ねえゲラだから笑い屋、うん、何してましたかその間？ボケーってしてたの。テレビは見ていい？あんまり見なかった。見なかった、うん、本はあんまり読まなかったじゃあもう本当ボケーっとしてたんですね。そうなんです、うん、あれはそれであの変な汚い話だけど、ガスが出ると全開と。そうなんです。なかなか出なかったんですよ。それはだってやっぱりね出なきゃ治んないんですよ、うん、そうあれそれで全開なの。マリちゃんガス出るような感じないけどねあらそうですか。マリちゃんってそういう感じないわね全然いや逆に味方によるとたくさん詰まってるような見方もできるし。あ汚いななんだろう、うん、そうですか、うん、汚いですね話が。マジャヒの方は仕事は大きい仕事ありますか？来年の1月にちょっと日生劇場を多分やるはず。おやおやおや、それは何？それは多分ミュージカルだと思うんですけどね。まあそんな堅苦しいもんじゃないんですなんかミュージカルってえらく難しそうですね。そうそうそう、その感覚をですね、観念をちょっと拭い去ってもらって、うん、もうちょっと違うものをしてやりたい、うん、もうちょっと街歩きらしくね、うん、僕そういうのはできないですからね。よくわからないそれは。いやだからもうちょっとあの楽なやつを見てもらおうかなと思って。あそう、今それを一生懸命やってます、うん、この間手厳しい芸能表っていうのを読んだ町明の。あそうですか。うん、ほら元は歌屋さんでしょ、うん、さあそうだよね、それスパイダーズからね、それが役者さんに最近は転向したらして、うん、役者さんとして大変キャラクターとして面白いと、うん、ところが歌になるとそれほどまだキャラクターが広くないっていうんだよ、うん、なんか随分手厳しいこと書いてあるなと思った、うん、それは言えますよね、うん、なんか割とバラード的な歌が多いでしょ、うん、で歌はむしろ僕はその方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。狙ってる逆に、うん、狙ってるっていうことではないですけども、うん、そういう歌の部分ではなるべく自分でいたいという感じ。はははは。あじゃあ歌の方が自分ですから、うん、やっぱりそうですね。あらそう、うん、ごめん、うん、ゴミ屋さんが来ちゃって、ゴミ屋さんが来ちゃって、朝のゴミ屋さんがまあ音が聞こえるかどうかが。そうですか、うん、マリちゃんの方はどうですか、お仕事の方は大きい仕事ありますか？8月14日からね、うん、2日まで、うん、梅子まで初めて、うん、一人でショーをやるんです。リサイタル。はい。あらこれもしんどいね。もう今からドキドキしてる。そう、マリちゃんの声ってのはどうですか、あの声帯は強いですか？あ声帯は強いって言われますけど、そう、ただ裏声なんです。全部。ああそう、うん、なんか聞いてるととってもひ弱そうに聞こえるんだけどね。そうですか、うん、じゃあそれちょっと大変だね。そうですね、一人で歌いっぱなしでしょ、うん、
一人じゃ他に何もすることないもんね。なんかお芝居もやるんでしょ。ミュージカル。本当にミュージカル場やね。どうしよう、ね、そんな拭い去ってそういう感じは。あ、同じくね。まあ、手厳しい。すいませんって言った。いえいえ、もう本当に、うん、あ、それから、はい、お母さんがなんかお店開いたんじゃない。そうです、ね、何屋だっけ。お袋の味みたいな小さいお店なんですけど。いっぱい飲み屋。そうですね、いっぱい飲み屋、冷ややっこがあったり。あります。ひじきの煮たのがあったり。あります。ああ、そんな感じの、ああそう。どうですか、お店の子繁盛してますか。おかげさまで、うん、私もよく行くんです。あ、そう。なん、どこにできたんですか。歌舞伎町。新宿。名前は手まりっていう。手まり。マリはわかるけど手は何でついたの。何だかわかんないんですけどね。わ、一回行ってくださいね。あ、もうそのうち来てくださいよ。もうジュースなんかあります。ありますよ、ジュース、うん、あ、お酒ダメですからね、うん、あ、お酒飲めなかったっけ。ダメなんですよ。困りますね。でもなんで声優さん強いんでしょ。しかしあんなものは残らないからね。それは飲まないに越したことはないよ。うん、お酒飲んで得なことって何もないもんね。その時はどうなんですか。飲んでる時は。飲んでる時は楽しいけどね、一晩寝ればおしまいだからね。パーでしょ。でも持続してるのも困りますよね。仕事場行かなくちゃ。帰ってするのが良かったね。それかも。フーリングが。マリちゃんどうですか、お酒は。そうですね、ブドウ酒を値段の時飲んだり、ね、ああそうそう、あれはいいらしいですね。乾杯って言ってビールをちょっと飲んで、うんうんうん、じゃあ徐々に強くなる口ですね。結構強くなるらしい。だから二人はあれでしょ、レコ、お風呂屋さんだっけ。そうです、もうお風呂屋さんでもうずっと古いから、ね、意見合ってるわね。そんなことないですよね、まだ私ダメです。いやいや、そんなのないですよ。もう舞ちゃんはだってデビューの時からですからね。もうね、うん、2年、うん、お世話になってます。そうね、うん、いろんなこと分かりますよ。どんなこと分かりますか。いや、今日はちょっと機嫌が悪いなとかね、うん、そういう時はどういう顔してる。舞ちゃんってのはいつもなんていうのかな、いつも目がこうパッチリしててね、うん、なんか張ってる時っていうのはこう弾んでるんですよね、うん、それがちょっと弾みが湿ってる時っていうのはね、今日は寝不足だなとかね、いろいろ分かりますよ。今どうでしょう。今はね、やっぱりちょっと寝不足をこう隠してる感じですね。じゃあちょっとおしめにあります。おしめですね。おしめじゃない、おしめですね。本当、それはまあ2年もつけると分かるだろうね、うん、いろんなこと分かる。うん、でもマリちゃんも最近お芝居の方だいぶ慣れてきたみたいな。実はさ、僕お風呂屋さんの見たのよ、うん、したらばマリちゃんがとっても深刻なシーンで、うん、マシャキが坂に小笑いしていろんなことするんだけど笑わないね。そうなんだ。あー、おかしかったな。あら、なかなか難しいんだよね、うん、すごい、いつも我慢してるんです、おかしいの。そう、吹かされるでしょ。でも、そういうとこはね、しっかりしてますよ。しっかりしてる。本当に。いざとなれば自分から笑うなんてことは絶対しないですよ。人のせいにしますよ。あんたが悪い。あんたが悪いっていう。しかし笑わないでおこうと思うのはとっても難しいことだよね。で、その意識ってとっても崩れやすいんですね。そう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 。そう思うと余計に、うん、しかし間違いなく笑わす方だから、笑わされたってことはないじゃん。もう僕はしょっちゅうですよ、自分でやって自分で笑っちゃうの。あ、そう。もう6、7回、6、7回 NG 出したら大丈夫ですか。あ、そうスタッフに悪くてね、うん、ちょっともう最終的につまんないものになっちゃうんですよね。うん、そうそう、調べちゃう、ね、それはいけないことだと思います。うん、まあ、プロ根性その辺でね。ちょっと出して、うん、まあ、とにかく軽井沢京都おしまいらしいですけど、はい、ね、またいい仕事をして、はい、体を壊さないように。まだ夏暑いですけど、はい、どうもありがとう。どうも。